俺の区間は AWM。 はい、どうもスコアレです。今回ですね、進撃の巨人タイアップがやってまいりました。まあそのタイアップ記念で、どうもそのですね、レジャーで立体起動装置が使えるということでやっていきたいと思います。なんや、まあ立体起動装置ってな、ほんとな、 3D やぞこっちは。うん、やっていく。はい、というわけで降りたんですけど、ああ、すぐ使えるわけじゃないんや、立体起動装置。なんか、てっきりもうすぐ、いつでも使えるんかと思った。そういうバトルじゃないよね。で、これどういう戦いだ？なんか狭いマップで殺しちゃうみたいな、そんな感じなんかな？ちょっとよくわからんすけど、ちょっとやっていきましょうか。まあ、ちょっとどうでもいい話ですけど、まあ、こういうレジャーじゃなかったら俺絶対こういうとこ降りんわ。真ん中しか取らんもんな。お、なんかあった。あ、これか。これ使うのね。なるほど、なるほど。ほー、ちょっとこれ試してみようかね。まあ、とりあえず、アイテムは集めておきましょう。多分、どんな感じ？これ、バトルロイヤルみたいな感じなのかな。まあ、死んでも生き返るみたいな。まあ、多分、そんな感じでしょうね。とりあえず押したろう。ほー、とんでもねえ、これ、ほんと。想像以上にこれ、立体起動装置やんな。やば。まあ、あんだけクレイジーなね、エレンでも、家の中で立体起動したことはないだろう。うん、ある意味、ね、エレンっぽいよね。うん。あ、でもこれ面白いな、これ結構。うん、結構面白いですね。じゃあこれを使って、まあうまく移動しながらみたいな感じで戦っていく感じだよね。なるほど、なるほど。まあ一応なんかガチャの装備でも立体起動あるんですけど、あれ、ゲットしたらどうなるんですかね。多分待機所でしか立体起動できないみたいな感じだと思うんですけどね。待ってって、一般対戦での立体起動使えたら、強すぎやもん、これね。明らかに強いけんね。移動も早いし、ね、上方向に行けるけん、上から撃ってしまえば結構強いし、緊急回避もできるしね。うん。てか、この立体起動のために、今回はあれなんですね。屋根の上にもアイテムが配置されてるんですね。なるほど。多分、このモードやったら、アイテムカツカツになると思うんで、まあ、こういうのは必要っすよね。てか、これ、川は当たれる？川。川はどうなんやろ？あ、川は無理なんだ、これ。あ、周りに物がないと飛べない感じなん。あ、なるほどね。じゃ、その辺のどっかの岩場に引っ掛ければワンチャンいける感じ、これ。ちょっと一回やってみようか。お、いった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 。あ、しかもこれあれや。一回その、飛ぶモーションが出てから違う方向を向いたらそっち側に飛んでくれますね。あ、これなんか、ね、なんかちょっと悪用できそうっすよね。うん。じゃあこれ下方向に飛んだらこれ地面とか貫通線。あ、なんか終わっとるし。終わっとるし、なんか遊び寄ったらなんか終わっとったっすね。これなんかポイント制なんで、まあ、要は敵倒して多くのポイントを一番先に稼いだチームが勝ちみたいな感じが。あ、なるほどね。もう一回やっていきましょうか。あ、ZT キャットさんのこと。あれ何やったっけ？ ZT ってどんな意味やったっけ？確か、あれよね、これ楽しすぎやろ。あ、しかも敵おろし家の中に。まあ今クロスボウやけん倒しにはいけんけど、まあちゃんと銃持っとったら、まあ家で持っとる敵の2階にいきなり入ってやったりすることも可能なんやな。立体けど様々やな、これほんとな。やばい、敵やったのはいいけど、弾ない、弾ないよ、弾。やばいよこれ、弾ない、弾がない、弾が。やばい。たまないよ。なんかないっすかね、ほんと。もう5ミリじゃなくていいんで、9ミリとかなんかそういう銃でもう十分なんで、たまないっすか、たま、皆さん。たま持ってないっすか、ほんと。たまとか、ないですか。ダメ出しましたよ、ほんと。たまないっすかね、ほんと。ないたま。たまないない？呼吸板この中ない？近くとか。たまないたま。たまください。
ないし、仰ぐだけ押しとる。弾はない。弾抜きされてるしな。俺どうすればいいん？クロスボウで戦う？クロスボウは嫌だな、ほんとな。いや、弾ないっすか、ほんと自分。正真正銘自分。弾、ゼロ発なんすよね。弾ないっすか。あ、どこにも弾ないですね、これ。みんな、やっぱ自衛品になるけん、速攻これ弾持っていきますね、ほんと。弾ないっすか、弾。上の方になんか、下に弾入ってない。弾、もらっていいですか、弾。あー、ちょっと、それは勘弁。それは勘弁、ちょっと。マジ勘弁。ちょっと、弾ないんで、うん、弾。うん。弾持っとったら今、やっとったっすもんね。弾。いや、マジ弾ないですか、ほんと、弾。弾ないとっすね、このゲームも、話にならんっすもんね。うん。弾の問題だけちょっとこれ、解決してほしいっすよね。まあ21発あれば1匹ぐらいやれるやろ。うん。やった敵から弾を奪うしかないね。ほんと。弾弾を奪う。もう絶対これ上の方おるけんね。上の方の敵のは弾弾を奪っていきましょう。あ、おる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 。オッケー。弾弾奪った。童貞卒業。ああ、卒業したらゲームからも卒業しましたね、なんか。ああ、そういう卒業はね、したくなかったっすよ。今回は、玉の湯めっちゃありますよ。ああ、めっちゃある。ああ、まあ、こうなると楽しいっすよね、ほんと。やっぱ出会い頭は決め打ちが最強っすね。これなんでみんなしたんやろうな、決め打ちな。決め打ちとキスコープは絶対覚えとった方がいいっすよ。これもう一個がマーク5なんだけど、マーク5さすがにこれ拡張戦と家の中の対面きついんですよね。まあ、最大ね、きつい、一番きつい理由がですね、マーク5決め打ちできないんですよね。発射レートが高すぎて拡張ついてないと、敵に当てる前に壁に全部弾撃っちゃってから出会い頭で負けちゃうんすよ。強い武器なのに対面が弱いってのがもうダメっすよね。結局 AK の弾もですね、もうなくなっちゃうんで、これマーク5使うしかないっすね。これ結局弾集めてもね、結構自利品になるんで難しいな。狙撃上手い人が多分ね、このゲームはですね、うまく立ち回れるかなと思いますね。あ、もう次からドラグ持っとこうかな。結構まあ、自分あんまり狙撃好きじゃないんですけど、ドラグの風に関しては結構好きなんですよね。いや、その不正打ちは弱いだろう。どう考えてもそれ弱いだろう。うえぇ、あ、これあれなんだ。死んでも味方のところに復活したから、何回もできるんですね。あ、これじゃあ、まあ、これ言っちゃなんですけど、パブジーのこれワーモードとほぼ同じ感じなんだ。なるほどね。いや、お前、さすがにこれは無理だろ。ちょっとこれ考えんといけんな。蘇生される場所な。次、この辺にしよっか。なんかこの人ね、ズボンのベルトのゴムがすごい、ない、家の壁にくっついてなんかビヨンってなってるけど、大丈夫？そんなんできるのも島村だけよ、ほんと。やばいやばいやばい。地獄絵図やろ、これ、ほんと。こう完全にな、これ、味方がこれ、リスポーンしすぎて。アリ地獄みたいになっとるやんな、ここな。あ、もうむちゃくちゃだよ、これ、ほんと。どうなったの、ここ。なあ、もう何これ。沼か、ここは、ほんと、なんかね。すげえ、マジこれもう人がいすぎて、どれが味方で、どれが敵かわからんね、これね。ここまで来るとね。はい、というわけでやっていきましたが、もう結構、あれはあれで面白いですね。ああいうのはありなんじゃないかな、みたいな感じで思います。あれでですね、巨人と戦えたらよかったんですけど、まあそこまではさすがに難しいですよね。いやー、でも、言ったけど、面白かったですね。まあ、レジャーでも使えますし、まあガチャでも当たるんで、まあよかったら皆さんですね、体験されてみることをお勧めします。そういうのはまあイベントでしかできませんからね。というわけで最後はですね、こうやって、女型の巨人のですね、こうやって下乳をお届けしながらお別れしたいと思います。うわ、すごい。女型の巨人ちゃんもね、意外と、隠れおっぱいやってますね。すごいなんかいい感じですよね。こうやってすごい
ね、ほんと。うわーすごい。あーいい。ほら、これ、このアングルが今のところ俺一番すごいなと思ってるです。めっちゃこれね、ねえ、おっぱおがね、潰れとるなと思うんですね。めっちゃこれ潰れとるよね。なんか、うん、どら焼きみたいになってるっすよ。こっから見ると。あーすごい。あーすごいね。すごい。あーすごい。うん、いろんな情報をこうやって動画にしてますよ。うん、よかったらチャンネル登録、お願いします。すごいね、これ。このアングルもやばいね、これ。あーこれもやばいね、これも。ああ、すごい。ああ、すごい。すごいな。ほんとすごい。すごい、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 すごい。